こんにちは、ヒデ K1896 の春日秀幸です。今日はですね、昨年11月にオープンしたギャラリー春日で、メインブランドとなっておりますヒデ K1896 というですね、カーボンのブランドについて、ご紹介したいと思います。まあ、カーボンはですね、日本の素材、日本が生産シェア7割以上持っている素材なんですが、私はカーボンに特化したブランドをですね、作ってみようと思ってですね、でそれで素材をベースにヒデ K1896というブランドをですね、プロデュースしました。私はもともと20年前、2000年からですね、フランスで、4年ちょっとですね、エンジニアとして、駐在してたことがありまして、でその時にフランスって、ご存知か、アメリカと同じように、航空産業が非常に盛んで、飛行機だとか宇宙船だとかですね、そういうものを作ってるんですね。でそういう分野っていうのは動く分野なんで、軽い素材を使うわけですね。それでそういった飛行機だとか宇宙船だとかがカーボンファイバーというものを使っていたと。でそれで私もですね、実はそのカーボンを使って、スーパーカーのですねブレーキ開発を担当してまして、カーボンファイバーっていうのは非常に素晴らしい素材だなと。でそれが日本の素材なんだけれども、日本ではあまり使われているものが実際我々見ることができなくて、でフランスという場所で見れたということで、これはいずれ日本に帰ったら日本からカーボンのブランドを作ろうということで、2013年にですね、東京から立ち上げました。カーボンファイバーっていうのは、日本が実は生産シェアは 7割以上のものを持っている日本の素材なんですね。簡単に言うとですね、カーボンファイバーの元々の材料はですね、皆さんご存知、聞いたこともあると思うんですが、レーヨンという素材がありまして、最初レーヨンからカーボンファイバーを作っていたと。でレーヨンの分野で1930年代に日本は世界一だったんですね。ですから日本はそういった材料を持ってたんで、その材料を燃やして炭化してカーボンファイバーの研究や生産をいち早く手掛けることができたというような理由があるんですね。やはり僕がやっぱりすごくそういった日本がなんでカーボンファイバーが世界一なのかっていうのを調べれば調べるほど、これは日本のもともと100年以上前に殖産工業の時に経産業、絹とかで世界一になったんですね。そういった歴史がここに詰まっているということが分かってですね、それで僕はやっぱりこのカーボンファイバーによりなんか日本から発信する意味があるんじゃないか、このカーボンをバックグラウンドも語ることで日本のものづくりの歴史も語れるということで、非常にこの素材に興味を持ち、執着して研究しようというふうに思うようになるわけですね。カーボンっていうと一般的に軽くて強いというイメージがあると思うんですけれども、この素材ですね、もちろんですね、まず軽いんですけれども、こういった小さなものだと軽さっていうのはすぐは分からないですよね。なので、実はですね、こういったですね、バッグとかこういったものも作ってるんですが、このバッグ皆さん持つとですね、非常に驚かれるんですね。通常の革製品のバッグの半分ぐらいの軽さなんですね。でそれでなおかつこの素材の特徴としては、
まあ、革と違った特徴として、傷水に強いわけですね。これはすごくまあ、いろんなシチュエーションになっても使える素材であり、タフな素材だと。で、なおかつ長く使っていただけるという点では、まあ、サステナブルな素材でもあります。まあ、やはり一番この素材をこういった革小物やバッグで使って特徴的なのはまずはこの重量感ですね。これはまあ、大きいものの方が分かりやすいですけども、ぜひ実感していただきたいなと思います。もともとやはり素材のブランドとして作ったんですが、まず素材の可能性、どういう分野で使われるかっていうのを皆さんに分かってもらうためには、自分自身が最終製品まで作る必要があったと。なので、こういった名刺ケースだとか、お財布だとか、あとは、まあ、カードケースですね、こういうものから作っていって、まず素材を皆さんに知ってもらうことから始めたわけですね。で、それが皆さん知ってもらうとですね、やはりカーボンファイバーに興味がある方っていうのは、まあ、いろんな方面にいまして、それじゃあ、そういったソフトカーボンのブランドが出たのであれば使ってみようかということで、先ほどのライカのカメラだとか、あとは今他の分野でもですね、でもかなりいろんな分野で適用開発が進んでおります。まあ、例えばこういったこれ何だか分かりますかね。これは取っ手の部分ですね。取っ手の部分っていうのはやっぱり触りますよね。で、なおかつ衛生的でなければいけない、定期的にいわゆる拭いたりだとかでですね、簡単にできた方がいいわけですね。そういう面ではこのソフトカーボンっていうのはアルコールだとか水だとかでも拭いたりすることができるので、非常に便利だということで、こういった取っ手だとかそういう分野にももう適用されたりだとか、あとはホテル大倉さん、最近リニューアルされましたけれど、その大倉さんの備品としてこれキャッシュトレーなんですね。キャッシュトレーにもこういうふうにですね、ダブルネームで採用されて使われております。まあ、ここにはコースターみたいなものもありますけど、まあ、こんなようにですね、この素材を知っていただくことで、今いろんな分野へ その横展開適用が進んでいるというような状況なんです。今ですね、私はこの柔らかいソフトカーボンというものを作り、まあ、特に質感をこだわったことでコンシューマー製品に適用をしていったんですが、まあ、これをいろんな方に知っていただくことによって、今度はですね、工業製品の方にも展開を図っていきたいと。ソフトカーボンですね、もともとご存じのようにハードカーボンというのは飛行機だとかスーパーカーのいわゆるボディに使われている素材で、最先端の工業から来たわけですけど、私はそれを柔らかいソフトカーボンというものを開発したことでコンシューマーブランドを作ったと。でも今度はここからこの柔らかいカーボンって皆さん知られてないんですね。なのでこの柔らかいカーボンを使った新しい工業の分野、ロボットだとか医療だとか、そういう分野に今後適用していきたいなと。まあ、いずれ10年後とかには柔らかいカーボンと硬いカーボンが両方が使われた生活支援ロボットだとか、そういう分野にも適用され、ロボットの素材として活用される可能性もあるし、あとはまあこういう柔らかい素材がまあ革とは違った特徴を持ってますから、モビリティの分野で高級車の内装だとか、プライベートジェットだとか、クルーザーの内装だとか、そういう分野にもいずれですね、多分入っていくんじゃないかというふうに思っております。まあ、そういった点では非常にこの素材を知っていただくことで、さらにいろいろな分野に広がり、まあ、分野はコンシューマーからインダストリアルまでかなり広い分野での適用が望まれるんじゃないかと
というふうに我々としては期待しています。